ですね、83キロ級の、ベンチプレスターとして活動しております。ベンチプレスを100キロに目標にしてる人が大変多いわけですよ、うん、でも100キロ上がらない、なんか大体80キロぐらいで止まってる方大変多いんですけれども、はい、どういうところから見直していくべきですかね。まず100キロっていうものが目標にあるのは非常にいいんですけど、この100キロってものを当然当たり前のように取り入れていける、自分が受け入れられるような、精神状態っていうのを作るのが大事だと思います。これなぜそこまで腕太いんですか。僕はこれなぜそこまで腕太いんですか。僕は三頭筋が主導筋だと思ってます。まずベンチプレス、ベンチプレス、まず頭の中では三頭筋が勝負の鍵だと思ってます。なるほど。なので三頭筋をやっぱりこう強化するっていう気持ちがすごい強いんですよね。なので、まあ、今私36なんでそんなに頑張ってというか無理はできないんですけど、インタビュアーのね、こう西村君みたいな若い時にはもう三頭筋だけで2時間3時間っていうのをたくさんやってたんですよ。そんなやってたんですか。はい、当時はまだ150キロとか160キロとか、今の君の方が強いんだけど、はい、そうですね今ねどうやってしますね、はい、この体の基礎はそこで培って、うん、でそれに重量が乗ってきた時に初めてそこで反応して、なるほど、はい、筋繊維のやっぱ動員数は多分人より多いはずなんですよ、うん、その分あのたくさん量やってたんで、なのでアクティブに動いてる筋繊維が多い分やっぱり大きくはなりやすいのかなと。もう本当200キロとか220キロとかも腕だけで支えてるようなイメージ。あ、もうそこまでのイメージなんですね、はい、一般的にはおそらくベンチってこう胸で上げるイメージが強い方が多いと思うんですけど、もう鈴木さんにとってはもう主導筋はもう腕だと。そうです、胸はスタビライザーで背中と、まあ、背中と胸がこうコンビになってこうテンションをこう掛け合ってて、そこの中で動いてるのは腕。なるほど、はい、なのでもう本当にここの意識は本当に強いですね。もうなんか思いが体に出てますね完全にもう多分質問いいですか。ああどうぞ。おすすめの三頭筋種目。あ、いいですね。おすすめの三頭筋種目はね、もう全部って言っても過言ではないんですけど、ビルディングっていうふうに考えると POF ですよね、はい、ポジションフレクションっていうのがすごい大事になってきて、うん、僕の本当にイメージですよ。まずフレンチプレス、うん、これストレッチ種目ですね、うんうん、フレンチプレスでストレッチ与えてストレッチするとそこに隙間ができるイメージ、うん、で次にミッドレンジ種目ですね、はい、エクステンションとか、うん、でエクステンション何キロぐらいでやってたんでしたっけ。俺ね140キロぐらいです。マジっすか。すごいや、エクステンション140キロやった。もうかなり可動域は狭いですけどね、はい、そこにまあ重さっていう刺激をまず入れて、うん、で最後にその隙間にケーブルで詰め込むしっかり包みたいなそんな感じなので、まあその3点セットかな。でどっちかっていうと今は重量を扱うっていうよりはある程度温めてあげる、肘の関節だったりとか肩だったりとか背中とのつながりっていうのを作るためにパンプアップをよくするようにしてます、はい、なのでベンチプレスの前に三頭筋の種目を行ってウォームアップとして、もうそれも非常に軽い重量ですね。だからケーブルとかあったらもう例えば80キロとか全然使わないです。40キロとかで20回を4セットをすごい短時間でやる、それをやってからベンチプレスやるとやっぱりそこのまあ、主導筋っていう意識がすごい高まってくるんで、やっぱりそこを使おうかなっていう。でそこに神経が通うと初めて発達するわけですね、うん、なのでトレーニングするときってすごい多岐にわたるじゃないですか、はい、全部鍛えたい、うん、そうですね、じゃなくて一つのところに費やす時間っていうのをある程度は入れた方がいいと思います。ああ、なるほど。じゃあベンチベースに特化するための、はい、まあ、あくまでも手段として三頭筋を鍛えてると。はい、例えば2019年はシュラックばっかりやってました。あ、それ前も言ってましたよね。はい、だからやっぱりそこにテーマが一つあったらやっぱり1年ぐらい付きたいですよね。そこに使いたいですよね。でそこがまあ一段落したら、じゃあ次はここ、次はここで、今年は謎の前腕確かにすごい、これちょっとカメラアップできます、ちょっとこれすごいですよ。もうちょっとねこれ近くで見ないと分かんないから、これ異様な形、はい、こうでここなんでかっていうと、はい、ずっと肘痛めてたんですよ、はいはいはい、でやっぱベンチプレスってこう背屈するじゃないですか、はい、で頭骨の方がしんどくなってきて、うんうんうん、こっち側拮抗筋のトレーニングって全くやってなかったんですよね。あ、私もでもそっち痛くなりますね、はい、なのでじゃあここ鍛えればこっちでたくさんベンチ使ってるし、うんうん、じゃあそれと同じぐらいの仕事量を与えてあげれば相殺できるかな。なるほど、まあシンプルな考えですよね。はい、そしたらあの発達を見事に見せてくれまして、すごいですね、はい、そんな露骨に発達します今はファットグリップってあるじゃないですか、はい、ファットグリップ使って全部種目をやるような感じですね。じゃあそうやって一つ一つその時のテーマを決めて、じゃあ肩を潰していった結果、はい、こういう課題になったと。そうです、結構
構あのベンチプレス業界で異例なボディだと思うんですけどね。ですね、はい、意外とこうそこまでムキムキじゃなくても強い人もいるじゃないですか、うん、はい、鈴木さんもこの体がもう鈴木さんのブラックです本当に。そう、結局その、まあ、ベンチプレッサーでベンチ強くてなんぼだっていうのはもう本当に100も承知の上で、やっぱりでもそこで、まあ、人の見方っていうのはちょっと僕も気にはしてるんですよね、はい、あすごいなって、もう見た目ですごいなって思ってくれるようなインパクトっていうのはやっぱり僕も欲しいし、ね、よく行く焼肉屋さんに大体行くとそこの店長に、うん、今日もいい筋肉だねって言われるのに、今日細く見えるねって言いましたからね。こんなの初めてですよ。もうやっぱりそのぐらい、あのぜひね、ほんと一回生で見てほしいですね。この凄さっていうのは。ありがとうございます。もう近くで見ると、あ、こんなにすごいんだっていうのがすごいね、分かると思いますね。そうですね。もうやっぱり83キロ級ぐらいって少しこう中量級と重量級の間なので、66キロから74キロに上がった時ってすごい変化はないんですよね。でも74から83に上がったらすごいやっぱりこう体が一気に大きくなってインパクトが出たかな。鈴木さん今体重何キロぐらいなんですか？79キロやね。79ですよ。だから本当に今ね、焼肉もたくさん食べましたし、まあ、今日も頑張って食事の量を増やして、うん、なんとかね85キロまで増やしたいんですけど、そのあたりの体重の増やし方は逆に僕インタビューしたいです。いいっすか、体重は。いや、一回 92.5 まで増やして、はい、ちょっと脂肪乗りすぎちゃったんで、はい、今プチダイエットしてます。プチダイエットして今今朝88。88。それ90まで増やすのは何の苦もなかったですけどね。まあ3000だいたい500キロカロリーを PFC バランスで、はい、まあ30、うん10、60か、はい、で普通に食べてただけです毎日。それ才能なんですかね、やっぱり。いやでもなんかコメントあったんですけど、はい、このピースをドーピングしてるでみたいな、あの胸の形がみたいな出たんですけど、女性化乳房してるみたいな書いてあったんですけど、はいはいはい、確かにちょっとしちゃうんですよ。なぜかというと、脂肪が、そう、あの、うん、疑似女性化乳房って言うんですけど、子供の時すごい太ってたんですよ。ああ、やっぱその名残で、どうしてもちょっとこの辺つきやすいんですよ。はいはい、なんか、いますよね、ちっちゃい時、あの、ぽっちゃりしてる丸い子、ああいうタイプだったら。こういう感じになる。そう、そうなんですよ。どうしても太ってくるとそれが出ちゃうんで、まあ、それは自分でもちょっと嫌だなと思ってる部分なんですけど、でもやっぱその子供の時太ってたから、多分つきやすいと思うんですよね。まあでもそうですよね、確かに幼少期の時の体型に戻るのはそんなに難しい。戻りますね。変な話、95までもいけるんですけど、ただやっぱ脂肪が乗りすぎちゃう、どうしても。で、脂肪があんまり乗らなくて素直にいったのは87、8で、ちょっと仕事の都合でトレーニングできなくなったらちょっと脂肪が、あと無理やり増やそうとしたら脂肪乗りすぎちゃって失敗したなっていうのがあったんですけど、どうですか、3500キロカロリー食べるの大変ですか？僕すごい大変です。あ、大変なんですね。今日僕異例の食べ方をしてるぐらいの。本当にさ、半分以下ぐらいじゃないですか、今日の半分。私は今日一緒に焼肉みんなに食べたんですけど、うん、正直言って全然お腹いっぱいじゃない。もうかなりフルですね。すごいですね。全然今からまた焼肉行けるぐらいの感じなんですよ、やっぱり、はい、だからもともとそういう意味では食べる素質はあったかもしれない。もともとその、まあ、高校生の時からそのパワーリフティングっていうスポーツやってるんですけど、はい、当時一番増えた時で62キロぐらいかな。62.5キロ級っていうカテゴリーの62キロぐらいだったんですよ。でそこからやっぱりこうずーっとやってきて、2013年まで66キロ級だったんですよ。その期間が長すぎて、あ、それ絶対ありますよね。そ、やっぱそこに戻るのはそんなに難しくないような気がします。ただそこから2014年から2017年までは74キロ級ですね。そこでちょっと頑張って増やして、うーん、で74キロ級で正直なところやっぱり児玉選手に、ね、こうちょっと勝てずに83キロ級に逃げたっていうのがまあ正直なところなんですけど、でまたそこも少し83キロ級で初めて試合に出た時はもう完全アンダーで、もう本当に水飲んで減量をクリアしたような感じになって。高校生の時あんま食べれなかったんですか？もう昔からそんなに食べない、で食べないで動いてるっていうのにすごい慣れてたんで。なるほど。あ、じゃあそこが逆なのかもしれないです。プロレスラー目指してたんで、あ、あの高校生の時にまず、まあ、格闘技の道場からやったんですね、はい、まず家帰ってから必ず出ることがあって、まず牛乳2リットル一気飲みするんですよ。すごいですね。で一気飲みして結構チャポチャポになった後に、まあ、うち地方なんで結構親がいっぱいご飯作ってくれるんですけど、変な話、まあ、でっかい土鍋あるじゃないですか、家族でみんなで食べる、あれをスープ代わりに、あの本当に冷蔵庫でやると毎回パンパンになるまで食べてたんですね。やっぱでかくないでかった、はいはいはい、お腹壊さないんですか？結構ね、あのやっぱ暮らしてた。だけどそこの戦いですよね。でもそれがもう当たり前だと思ったんですね。プロレスラーになるために当たり前だからって、それを毎日やっぱやってたんで、はい、
やっぱそこでちょっと胃の拡張っていうか、ちょっと体質さらに太りやすさに拍車をかけたのかもしれないですね、はい、僕も高校生の時やっぱ体重増やしたくて1リットル一気飲みしたんですよ、はい、1回だけ、はい、もうその日もバーンなりますよね。もうそれでこうもうダメだと思って、もともと牛乳でお腹下すのに背も伸ばしたくて、はいはいはい、2リットル一気飲みしてたんで大変だったんですよ。まあ結果止まってるんですけど。鈴木さんの主食って何なんですか今。体重を増やす、体重を増やす上で一番食べてるものなんですか。マック。マック、マック、僕は朝マックしてきましたもん今日。マジっすか。油多いと食べれなくなりません、ね、いや、なんかカロリーが効率よく取れるから。あ、少ない量じゃないですか。はいはいはい、パク食べて。トレーニング中にもポテチとか言ってなかった。ポテチはもう飽きた。卒業。卒業。ただ今はそのやっぱりこう年齢的なものもあって、はい、でも良質な脂質を取りたいじゃないですか。そうですね。なんでアーモンドはかなり食べる。ちょっと羨ましくなってきました。私多分それやったらやばいですよ。ほんとすぐ太っちゃうんで。だって私さっき言った PFC バランス言ったじゃないですか、はいはい、太りやすいから脂質を抑えて、はい、あの増量中なのにとりあえず胸肉しか食べてないんですもん。それでも増量できるってことですね。それであのご飯を毎日、うん、1キロ以上食べて、うん、で脂質はお肉と焼く時の油とお肉に含まれた油のみで、はい、太っちゃうっていう。逆に僕はやっぱ内も出ないですからね。内も出ないですね、はい、やっぱりそこは本当によってそれぞれ増量の仕方は違う、ね、そうそうそう。やっぱりその効率のいい増量とやっぱ非効率な増量、やっぱそれ逆もまたしっかりで、効率のいい減量、非効率な減量っていうのがあるんで、こればっかりはもう人それぞれ、まあ、何が正しいとかはない、ね、自分でやっぱり見つけていかなくちゃいけないっていう。66キロ級の時なんかはやっぱり69キロぐらい、うん、でまあ体重3キロ落としてっていうところで、もう本当体脂肪ですよね、 5% 切るぐらい、はい、今から想像つかないぐらいね、はい、こうげっそりしてたんだけど、やっぱその時やっぱりやってたこととそれを今やったらもしかしたら合わないかもしれない。あ、そうですね。同じ人でもその時その時その時の体の体組成だったりとか、うん、生活スタイルによって自分にとって効率のいいことっていうのはその時その時で変わってくるから、もうそれトライアンドエラーしかなくて、でトライアンドエラーすることによって引き出しが増えて、じゃあ今回これでいこうね、今回これでいったパターンだったらうまくいったっていうところにまたその情報の蓄積っていうのがあって、でそれでだん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 こう自分のパターンっていうのが把握できてくるかな。ああそうですよね。もうまさに今プチダイエットしてるじゃないですか。で今、まあ、ケトジェニックやってるんですけども、はい、昔全然ダメだったんですよ。全くうまくいかなくて、なんじゃこの方法みたいな感じだったんですけど、まあ、半年ぐらいちょっと慣らしていったんですよね、はい、ただやっぱ落ちやすくなったんですよね、うん、今までは落ちない改善というか、そうですね、腸内環境変わるみたいで、はい、それ変わらないとやっぱハマんないらしいんですけど、ようやくハマるようになったら、まあ、結構悪くないっていうかいいんですよね、うん、でもうまくいかない人もいっぱいいると思うんですよ、やっぱりその腸内環境で。ケトは本当になんか合う合わないってすごい激しいです、ね、激しいと思いますね、うん、パワー落ちたりしないですか今のところ。全くむしろ伸びてる。ケトをやってた方がカロリー取れるんだよね、はい、なるほど。で普通の低脂肪ダイエットにしちゃうとカロリー取ってると落ちないんですよ、はいはい、なかなか。なるほど。今2500から800ぐらい取ってるんですね。で一月で 4.5 ぐらい落ちてるんですね、うん、悪くないんですよね。昔はそういう落とし方できなかったんで、体質っていうのももちろんあるだろうし、それに対してのこう準備期間ってやっぱり あります。ありますよね。あります。本当にじゃあここから落とし始めようっていうところの助走、急にケト始めたわけじゃなくて、その前の1年間もケトジニック何回もちょっと試行錯誤していて、やっぱその期間があったから、まあ、今回ピタッとハマっているっていう。ハマってるピーストさんに引き出しが増えてって感じ。そう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 、あくまでもこうトレーナーとしてこういろんなダイエット方法をちゃんとマスターしたいっていうのがあってやってるのが、まあ、ようやくちょっとハマったっていう。なるほど。今回は鈴木さんね、あの貴重なちょっとお時間をいただいて、いろいろ質問させていただいたんですけれども、まあ、中にはちょっと鈴木さんにちょっと直接ご指導いただきたいなっていう方もいると思うんですけれども、はい、どうしたら鈴木さんにそういったベンチプレスの指導だとかトレーニング指導っていうのをしてもらえますか。ですね、ま、私のホームページ、bodyartdesign.net の方でもよろしいですし、インスタグラムのアカウントの方にあの直接 DM いただければ、それで可能ご電話することが可能になっております。現在、あの長野県のボディアートデザインっていうジム、それから今あのインタビュアーを務めてくれてる、西村選手、その他あのたくさんの方にご支援いただいて、ジムをお借りして東京でも、不定期になりますが、パーソナルセッションっていうのを行っております。聞きましたか、はい、なんと長野に行かなくても関選手にパーソナル受けていただけると、受けていただけるおかしいですねあの教えていただけるということで、はい、でその時には漏れなく、ね、あの西村君も
くお願いします。世界4位の、まあ、世界4位ですね。世界4位でしまった。表彰台乗れませんでした。戦力外でした。戦力外でしたね。団体戦で活躍できず。下に URL とかインスタの情報ですね、概要欄に貼っております。西村君のジムも貼ってあります。ありがとうございます。なんで、あの、都内でもしベンチプレスを強くしたい、もっと頑張りたい、記録を伸ばしたいっていう方はですね、ぜひこの2人に教わってみてください。ということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私のビデオではトレーニング栄養サプリメント情報を中心に公開しております。もしこの動画楽しかった、気になった、もっと見てみたいと思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。